はい。どうも、しーです。今日もね、オリやカの動画撮っていきたいと思います。えっと、今日なんですけど、7月1日に追加される新武将あ、新英雄の5キャラのうち1体のバウン力の情報が一部解禁されたっていうところで、まあ、これ、公式の情報なので、まあ、そのまま見ていきたいなっていうのと、えっと、あとね、まあ、これ、まだ上がってないっていうか、あの、特に、 なんか公式から発信があったってわけじゃないんだけどまあこのバウン力がすでにえっ、ー、と無限秘境かストーリーかどっちか忘れちゃったんだけどもう追加されててここに載ってない情報も一部分かってるのでそれも含めてどんなもんじゃいっていうのをね見ていきたいと思いますはいえっ、ー、とまあ職ですねこいつはまあ馬長の妹のポジションなんでまあそれはそうなんですけど はい、で、えっと、まだね UR とかの情報が公開されてなくてえー、っとねなので通常攻撃とスキルについてだけしかあっと今のところ出てないという感じなんですけど、まあ、通常攻撃が、えー、一心不乱通常攻撃不可ターン終了時記録が1000点回復っていうことで、まあ、あのポケモンでいうケッキングみたいなスキルですね2ターンに1回しか要は動けませんでっていう感じになってますと。 でその気力攻撃はどんなもんかっていうと HP が最も低い敵前衛単体に240%の物理ダメージとこれ馬長と一緒だっけかな多分倍率はで敵が60%以下の場合あ、未満の場合追加で「方部」分かんないえー、っとを1回発動100%のダメージを与える自身の HP を5%回復とこれなんか中華サバーからちょっと強化されてるみたいですねまあまあ強いですよと。 5%回復してたらまあ要は2ターンに1回5%回復するって話だよねで次これが星5だから SS5 になったタイミングかなえホーブわかんねえよ読めないけどなんかスキルが進化します、えー、150%のダメージを与え同じ行の他の敵に100%のダメージを与える、えー、自身の HP の5%回復っていうことでまあ要は、えー、追加で他のやつに与え 250%になるって感じかなこのトータルで言うとダメージ量的に言うとねまあまあ,あどうなんだろうねこれちょっと何とも言えないところではあるんですが、まあ、2ターンに1回スキルを打つでまあ先天回復して他のもろもろで回復するっていうのを考えるとも悪くないのかなとでえっと絆がカマンとですね、えー、カマンと共に出陣時 馬雲力の防御無視が10上昇味方女性が気力攻撃以外で気力が低下時低下量の60%の気力値が自身以外の気力が最も高い女性味方に回復おいお全然日本語分かんね <laughs> ええこれわかる日本語難しくね味方女性が気力攻撃以外であ相手から要は気力攻撃 気力自身のえ自分が気力攻撃を発すると1000点、まあ、落ちるからあの自分以外の、まあ、味方もしくは敵の、えっと、攻撃かスキルによって自分の気力が下がった時60下がった分の60%が、えっと、最も気力が高い味方女性に回復。 わけわかんねえよ。なんだよ、これ。<laughs> えーっと、60%? 味方、地震以外の気力が最も高い。だから、800点とかあったら、そのまま過剰で1000オーバーにできる可能性があるし、1000点とかの子がいたとしたら、1500点とかにも持ってきる可能性がありますよっていう話。なんかちょっと過剰な気がするな <laughs>。あんまじゃねえか、これ。大丈夫かな でもあれか全員が味方っていうのを自分以外が下がった時に全部発生させるっていうのを考えるともしかしたら強いのかもしれないねうんちょっと何とも言えない気がするなこれに関して言うと、まあ、ただスキルの方が、まあ、現状ここだけ見ててもそこそこいい性能な気がせんこともないっていう感じ でこれにね、あのー、UR とかのスキルがくっついてくるっていうのを考えるとまああのー、芝居とか長運とかには並ばないまでもそこそこ戦えるのかなっていう気はするねで、えっと、今ここで公開されてないスキルなんだけど、えっとね味方が通常攻撃をした相手にバウン力が追加で通常攻撃を与える で2回分殴りに行くみたいなスキルをこいつは持ってますあの今敵で出てくると必ずそれをやってくるんでまあそらくねさすがにスキル変えてるっていうことはないと思うんでまあそれがついてくるかなっていう感じなので、まあ、そこそこ火力は出せる気がしますうんっていう感じですだから通常攻撃できない代わりにそこで殴りに行きますよっていう話でまあトントンにしてくださいっていうところなのかな はい。っていう感じで、まあ、でも言うても芝居には及ばないなっていう気はするんですけど、まあ A ランクぐらい、B プラスから A ランクぐらいの評価に落ち着くような気はしています。はい。まあ他のね、キャラがまだ情報公開されてないので、どうなるかっていうのはわからないところなんですが、また続報があったら動画撮りたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。というわけで今日の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。